8月23日信州塩尻無量寺にて収録。本年は十里独十下節諸者を見る国権師となり喜ぶべし海言あのくたら三脈三母代なり叱れば共感は如来霊心なり共感を礼拝するは如来を礼拝し立てまつるなり共感に愛立てまつれるは如来に波へ立てまつるなり共感は如来シャリなり格のごとくなるゆえにシャリは司教なるべしたとえ共感はこれよシャリなりと知るというともシャリはこれ共感なりと知らずば未だ仏道にあらず二根の諸法実相は共感なり人間天上海中国非道高い皆これ実相なり共感なりシャリなりシャリを受理独受下説諸者して介護すべしこれ枠中共感なり古物シャリあり根物シャリあり着死物シャリあり天秤をシャリあり獅子シャリありあるいは木物シャリあり絵物シャリありあるいは人シャリあり現在大宗国初代の仏祖生きたる時シャリを現出せしむるあり在の後シャリを生ぜる多くありこれ皆共感なり釈迦牟尼仏大主に告げての玉我もと菩薩道を行じて行ぜしところの寿命今なお未だ尽きずまた上主に倍せり今発国人のシャリはなおこれ仏寿なり本行菩薩道の寿命は三千大千世界のみにあらず高額なるべしこれ如来全身なりこれ共感なり釈菩薩いわく我釈迦如来を見立てまするに無量坊において難行苦行し功を積み徳を重ね菩薩道を求むること未だかつて子息したまわる三千大千世界を見るにないし化しのごときばかりもこれ菩薩の写真用のところにあらざることあることなし修行のためのゆえなりしかしてのちすなわち菩提道を上ずることを得たまえり計り知りぬこの三千大千世界は赤心一遍なり国府一石なり如来全身なり茶味茶に関わるべからずシャリは仏前仏後にあらず仏と並べるにあらず無量坊の難行苦行は仏体仏服の一形消息なり仏皮肉骨髄なりすでに水を子息という仏に至りてもいよいよ精進なり大旋回に決してもなお進むなり全身の滑稽格の戻し消防現像如来全身その時寛元2年日の絵立つ2月15日列州吉田県七宝少女にありて主に示すと、まあ、これ昨日お話ししたところを、ちょっと一応まとめてそして今日の話に続けされていたことにしますと大体この如来全身という、まあ、如来ということはね書いてあるわけですがこの如来というのは昨日も言ったように脈見諸相思想即見如来というね
ていうのは初っ端からその難しいそのお経の文句を聞くと皆さんびっくりしていけないからわざと書かなかったわけですがね、もし祖宗の宗にあらざるを2番すなわち如来を見る、それからもう一つ無所従来薬務無所行光明如来、従って来たるところなく、また去るところもなし、故に如来となる。この二つの言葉ね、これ金剛般若経の言葉ですがね、これがまあ如来の定義ですよ。それでまあ昨日はこれに従ってお話ししたわけですね。つまりあらゆる層が姿形ですね、姿形が姿形を成していないことところね、それを見るのが如来を見ることだっていうんで、昨日はその、夜我々が熟睡してる時でも息してるっちゅうね、それを、これはまあ層が層になっていない。それからその無所従来薬務無所行光明如来とね、これはまあ駒落としフィルムで見てみると、このちっちゃな蝶の卵がムクムクと飼われて、そしてウジみたいなのが出てくる、それがムクムクと大きくなって、そして今度はサナギになって蝶になって出てくるってね、それでひらひら飛ぶ、そういうようなあれ どっから来るってことは分からないもんね。しかしながら我々すべてのことがね、そのどっから来るっていうのなしにふっと浮かんできて、だから私がいつも言うのは雲っていうのがね、大空の雲だ、空の雲、こいつがねすべての原型ですよ。なんてことなしにふーっと浮かんでくるのね。そしてまたふーっと消えていっちゃう、どこ行ったってどこへも行ってない。だから無所従来薬務無所行です。それでそういうのはね、そういうのが御命そのものだ。で今の科学者の言う何十億光年、何十億年だか昔にね、この何もなかったあところへ、ちょっとビッグバンっていうのバーンと破裂して、それが今度あらゆる銀河系宇宙になってこうだーっと拡散してるんだっていうようなことを、まあ今の科学者が言うじゃない。それでまあ昨日も言ったけど、ビッグバンがある限りビッグシューっていうのは消えちゃうのもある。それでいやビッグバンとビッグシュー、昨日ビッグシューっていうねその言葉を私発明したね喋ってる最中に結局ビッグバンとビッグシューでもってこれをね、この宇宙そのものもどうせ消えてなくなる、そしてまたビッグバンっていうのがあって、またビッグシューっていうのがあって、こんなの繰り返してるだけなんだ世の中ね。まあ大宇宙そのものがなんかそうだし、それからまた我々もそうだ、ほにゃって生まれたかと思うとムクムクっと大きくなって、そしてまあべっぴんだと思ってるかと思うと途端に主役者になっちゃって、そしてしおれてしぼんじゃってさ、それで亡くなっちゃうっていうね、こういうどっからともなく現れ、どっからともなく消えてくっていう、こういうそれを私が言う、それが生命実物だ。で層がない、これ別品って言ってそう決まってるんじゃないんだ。別品って決まってんならね、そのあれですね、
死んで骨焼いてもこれは別品の骨って言われる。ところがこれ別品の骨、ヘチャの骨って言われていないんだね。これも本当に、土から出てきて土に帰っていくだけなんだから、それで何もそうっていうのは決まっていない。そういうその生命実物地盤を見るのが如来って言うんですね。この決してその如来って言って釈迦如来、大日如来、阿弥陀如来って言って、そんなのお仏像を考えてじゃもう仏法の話になっていないんだ。で本当の仏法の話っていうのはそういう生命実物地盤、私が言う御命ですね。この御命の地盤を見るっていうことが本当のそのあれですね、如来を見るってことで、結局如来っていうのは大体は不幸不来なんだ、不来不幸なんだね、たらずたらず、そこのところに如来如故してるだけです。来たるがごとく、去るがごとく、それでまあこれだけ取ってるわけだね。本当は不来不幸の如来如故、それなのに今この如来だけ取ってます。で大切なのは我々生きてるっていうことを、こうして今生きしているっていうね、これはそういう如来の全身は今生きてんだ、これだけが大切だ。決してね修行してうんと修行して、そして悟ったから如来の息するようになったっていうんじゃないんだ。何も修行しなくても何してても我々事実これ、夜夜中までちゃんと息してさ、しかもこれ何十年って途絶えることなしに息してるっていうのは、まあ息っていうのは生きてる、生きてるってことは息してるってことだろうからね、息なんだけど息だけに限らない、その全て我々の生理さえそうだし、それからまあこれ頭に浮かんでくるっていうのもこれ如来如故してるだけですね。そういやそうだな思ってくださるかもしれないし、はてな、いや難しいなって、ね、そんなこと皆さん今頭の中にふっと思い浮かばせてる、その浮かんでくる、そしてまた消えてくる、それが如来如故だ。だからね、この如来っていうのはね、思っても思わなくても信じても信じなくても、それから受け入れても拒絶しても、あるいは拝んでも拝まなくても、どっちへどう転んでもそういう如来の御命を生きてるんだっていうこと、これだけが根本なんですよ仏教のね。それみんなそうでなしに俺は凡夫だってことね決め込んで、それでだから修行しなくちゃいけないんだ、で凡夫だって決め込むのは嘘だ、層があるんだ。ところが今層のそういう凡夫っていう層も層にあらざるところがね、でその凡夫だって言って決めちゃいけない、それからまた俺さ修行して悟ったって、そう悟ったっていうことはあるべきじゃない、それは層がそういう俺悟ってるって言ってね、名刺に刷り込んでるっていうのがこれはねちょっと嘘だ。でそういうのはもう如来でな、如来から落っこっちゃったからね、そうでない、そういう如来を冒涜しちゃいけない。それで本当に我々ね信じたり、それから如来を拝んだりして初めて如来っていうんじゃないんだってことね。いやこれ、まあ、昨日も言うけど、キリスト教ので言えば神様のお力ですよ。で神様のお力って拝んでるから、私はキリスト教を信じてるから神様があるんだっていう、そんなんじゃね本当の神様じゃない、そうでない、拝んでも拝まなくても神様である神様を拝まなくちゃいけない。我々の場合でも信じても信じなくても拝んでも拝まなくても仏さんであるような仏さんを初めて拝む、
で結局ね、この大切なのはそういう御命をみんな誰でも彼でも生きてる、間違いなくそれを、これが根本だから、この御命を一番大事にして生きるっていうことが大切なんです。それをそのそういう御命忘れちゃってさ、そしてそのくだらないことを それこそゴミ溜めから拾ってきたようなものを大事にしてるんだから、それがつまらないってことね。でその点はね、まず第一に価値観の問題だ。何を大事にするかって我々よく考えなきゃ。その今の時代ね、価値観の多様化時代とかなんとか偉そうなこと言ってるけど、何か今はね、価値観がね本当に単純化した時代だと私は思う。というのは何かって、我欲っていうだけなんだもん、うん、それは我欲をね価値観にすればね、価値だとすればそれは100人といる個人ね、個人個人みんな我欲それぞれ持ってんだから、それは一応その多様化して見えるさ。しかしながら我欲っていう点じゃもう全く単調化しちゃったんだね。そうでない本当のその大事にしなきゃなんないっていうのは、そのもっとそういう、あれですね、我欲のもっと根本の根本にある、老いの調和が大事にしなくちゃいけないってことです。それでこれ昔の時代は一昔前までは西欧社会ではキリスト教、それから中近東のところではマホメット教、それから東洋のあれでは極東社会ではこの、仏教といって、もう地域的に宗教が決まっていて、それでこれまあそれでよかった、神様を大事にする、仏様を大事にするってね。ところがそれに最近になってから、この神は死んだっていう時代になっちゃった。それで我欲が取って変わっちゃった。いや欲が悪いんじゃないですよ、欲望がね。我々人間欲望っていうのはね、自動車でに例えればアクセルみたいなもんだ。これ欲望があればこそこう生きてるんだもんね。生理的に生きてる欲望でね。それでしかしながらアクセルだけで馬力かかるだけで、ね、スピードかけるだけっていうのをその最高価値にするから、これは暴走族になっちゃう。その自動車運転そのものでも、そのアクセルもありゃブレーキもありゃハンドルもありゃってね、これそれただ進んだだけで進んで、そしてこれブレーキがかからないって言うんじゃダメだもん。だからまたこう適当にハンドルで持って方向を変えてるっていうね、それもなきゃなんない。それでその根本にあるものはって言ったら御命っていうね、そういうその人生運転の根本的狙いは御命でなくちゃなんないっていう、そこが根本的狙いっていうの。いやそれをね、まあいかに我々今日の時代がね、その、妙なことになっているかっていうね、具体的な卑近な例をとって言えば、例えば価値観としてね、まあ子供を各家庭で子供を育てる、あるいは学校で子供を育てるのに、小中学校の生徒に一体何を教えてるかってね、仲良くしなさいよって言うことを一つ教えてるでしょ。そして片っぽにはもし喧嘩に負けてでも帰ってくると、そうするともう少し強くならなくちゃダメってこういうわけだ、これで勝って帰りなさいって、ね、そうするとね、仲良くと喧嘩に勝つこととってね、そういうもう我欲に価値を置きゃそういう矛盾しちゃうんだ結局ね。
そうするとこの親たちの価値観からや、その勝って仲良くしてりゃ一番いい。そうすると負けて仲良くされてるやつはたまらないじゃない。それで結局今の大人たち世代はね、その辺建前としては勝つこと、それで本音として、建前としてはその仲良くなんだね、それで本音としては勝つことだ。でそういうのをこう適当にうまく使い分けて親たちはその言ってるわけだ。仲良くしなさいよ、でもっと強くなりなさいよってね。ところが子供にしてみたらそれうまく使い分けられない。そこで考えたね、子供は。つまり一対一じゃね、絶対に勝てないような弱虫の子供がね、たくさん集まること。そしてその中でそのたまたまちょっとこう変わった毛色の変わったようなやつね、一人目指して、そしてみんなでいじめることだね。そうすると少なくとも一対一じゃ勝てない子供でもね、ちょっと勝利者の方へ回ったじゃない。そういうつもりになる。そして親がもっと強くなりなさいよって言った言葉を守ったことになる。そしてね、絶対にいじめといて、これは親たちや先生に言うなよって言うことによって、それで何もなかったように言うの作ろうってね、これがその仲良くしたつもりになってる子供はね、これが昔にはなくて今日にある陰湿ないじめの正体だ。私が解剖するとそうなるね。それで、これね、これね、小中学校の生徒はそうだ。だからまあ高校生あたりになってくると、まあなんてことなしにイライラしてさ、親や教師たちに反抗してんじゃない。これはなぜかっていうと、学校で教えることはまずあれですね、国際平和が一番大切ってこう言ってる。ところがそれと同時に生存競争、だから国際競争上には勝たなくちゃダメだってか、まだ片っぽは教えた。そしてそれどころか受験勉強じゃ、なんて言ってもその仲間は競争相手だ、ライバルは消せって、そこまで追い詰めちゃって、いや国際平和が大切って言ってね言いながら、それで平和運動したってまた割れてるんだ。そういう社会をね、高校生あたりになってくるとこう見ていて、それで今の大人社会ってやつが本当に偽善的で、それで俺はこれからこういう社会に生きなきゃなんないのかって思うだけでもってみんな絶望してんだ。それでなんとなしにイライラして、そしてだから理由なしに親たちや教師たちに反抗するんだね。いや私でもそう、私の若い頃でもそういう気分で反抗してたから、その今の高校生たちの気分がよくわかるね。いや私はもうちょっとその点は早かったからね、中学時分に親父やおふくろが何かいいや、なぜ俺産んだんだって言って黙らせたの。今自分はそういう言葉珍しくないらしい。ところはその昭和四五年の時代だもん、中学、私の中学ね、その頃そういう言葉言ったんだから最先端じゃない。私今さら自分で考えて俺は早かったな。でね、要するに今の親たち世代っていうのね、その親たち世代の我欲っていうものをね、最高価値を置いてるっていうね、それ自身が矛盾してるんです。それでそういう矛盾したことを言ってる親たち世代ね、あたの言うことをそのまんまやればこういうことになりますよってね、子供たちはやってみせてるだけなの。でも要するに子供っていうのはね、親たちの生きる姿勢の歪みをその拡大してね、
そして審判者だ。だから子供ってのは怖いんだから、あんまりうかうかと産むもんじゃない。じゃあ、若い娘さんたちに私よく言っておきたいのはね、よっぽどね、これ子供を産むだけの、今性教育って言うけどね、男と女のあれだけならね、もう教えなくたって分かってる、だんだん分かっちゃう。だけど大切なのは性教育で大切だって私思うのは、まず子供を産むなら子供を産むだけの資格のある大人になることが大切だぞよっていうことをね、子供に教育することが性教育でなくちゃならないと思うね。私今の時代ね、一億総教育者っていうけどね、みんな教育についての一加減持ってるんだけど、私もそうだ。私は私なりの教育的な教育者としての見識持ってそれで言ってんだけど、とにかくね、今の場合ね、子供は子供産んでんだからね、ガキがガキを産んでんだから、だからガキ同士がね、これいくら年取っても未成長に発達のガキ同士が親子喧嘩してやってんだね。でこれもう本当にこれいよいよ世の中は低下するばかりと。で大切なのは多い命を拝むっていうね、本当に大人っぽい、本当に大人になれなきゃ多い命が拝むような気にならないんだ。だけど大切なのはその多い命を拝むって、自分が多いの生きてるね、その生命そのものを拝むって、そういう気分がないとダメなのね。いやだから今早い話が、そういう問題だけ提起して答えを言わないとあれだから言うけれど、まあ今言う勝つことが大切なのか、仲良くすることが大切なのかっていうね、問題一つで、これ今地球上、48億とか50億とか人間がいるんでしょ。あれものすごい数なんだね。少なくとも日本だけでも1億いるんでしょ。まあ私がこの前も計算してみたけど、1食に1合ずつ米粒を食べたとして、1日3合ずつ食べてね、それであれすると今1億のね人間をその米粒に例えてね、その1億の米粒をどのくらいあれするかっていうと、200年ぐらい食うあれがあるんだね、量がいかに多いかってことだよ、日本人だけでも。それみんな日本人がみんなね、トップにはなれないんだ。これ昔はね、江戸時代まではその辺封建時代だからね、殿様の、子供は殿様、それから家老の子供は家老、お武家さんの子供はお武家さん、それで庶民階級は庶民階級ってもう決まってた。ところが そういうバカなことがあるかって、まあ我々考えるじゃん。それでだから自由競争の時代って、これもうだから結構なことだ。我々封建時代に望んで得られなかったことを今実現する時代になったんだから、それは結構な。しかしそうだからって言ってみんなエリートコースエリートになるってことはできないんだ。これはどうせねトップに立つやつ、これわずかね今寿命が伸びたからって言ったって70年か80年の命でしょ。その中でもって70年か80年の中で一番トップに立つ、あるいは一番その世の中の下積みになるって、そういうのが決まるっていうのはね、これ容易じゃないんですよ。それでその決め方がしょうがないから、受験っていうようなね輪切りでもってやってんだろうけれど、それはまあしょうがないもん。どうせその辺よくね知ってかかんなきゃ。で
どうせ階級がつくっていうのはしょうがないんだってこと。これ全てが平等だっていう共産主義社会だってやっぱり幹部とかなんとかってやっぱりお偉いさんとお偉いさんでないやつとある違いないんだから、これ人間としてはしょうがないのね。しかしだからね、それじゃあトップに立ったやつが一番偉いのか、で一番下積みが一番つまんないのかって、そうは決まってないっていうところがね大切なんだ。世の中ね、何のことはないお芝居なんだ。お芝居ってやつね、殿様が一番偉いのかってね、それから 殿様が主役なのか、殿様が名人芸に決まってんのかって、そうは決まってないんだ。これお芝居の場合ね、その下郎役がその主人公であって、そして名人芸であることがあるんだ。事実そうあってもなん不思議じゃないんだ。これが大切なんだね。それで我々どうせね、そんなにみんながみんなトップになるわけじゃないんだ。みんながみんな名人芸になる、それぞれの配役で名人芸になるってことはいくらあってもいいんだ。そしてそれぞれの配役でみんな名人芸になればいい社会なんだね。仲良くって、そうしてその戦争もない、それからしかしみんな負けもしない、勝ちもしない、俺は俺斬りなんだ。いや本当に私なんかね、その大体がこれ坊主にでもなるっていうのはね、大体世の中に通用しないから坊主になった。これ坊主の私もこう30になってから、数え年で30になってから坊主になったんだけど、結局はこれどうしてもこの世の中じゃ通用しないなって自分でよく分かったもん。それだから坊主になった。それで俺は俺なりの俺だけの社会世界を生きりゃいいんだっていうことね。そうして見るとこれこれでなんとかかんとか一生、これでもやっぱり坊主の中でも小僧は小僧です、それから和尚は和尚、それから隠居は隠居だもん。やっぱりそれぞれ配役がある。で私の、私小僧っていうのを配役の時ね、あんまり小僧って配役にあんまり名人芸じゃないんだね。しかしだからそれだけ長く勤めた。私の小僧配役丸25年だ。これでもってだからとうとう55まで小僧だ。これ小僧の配役がまずいから長年その勤めたんだね。で和尚の配役っていうのはあんまりこれもうまかなかった。でまあそれでも10年で一番俺の性に合ってるのは隠居だ。本当に隠居になったら本当にこれ生き生きしちゃった。ところが世の中の人見るとね、隠居で、落第してるやつたくさんいるね。隠居のくせにこのなんだかんだってね、若いやつの口出しして、それで嫌われてる隠居たくさんいるじゃん。私は絶対に口出ししないもん。俺口出ししないで、それこそコマで折り紙でコマ作って遊んでんだから。これ一番結構なね、配役であり、一番結構私の、一生私、隠居みたいな男だからね。だから、隠居みたいな男だったのが小僧。やはり和尚やるって、これ和尚が一番ダメだったかもしれない。何しろこう社会和尚っていう場合多少社会的に働かなきゃならないところが、なんていうの、宗門の手続きとかなんとかっていうんでも私全くダメな男で、それで教区長っていうのがある、その教区長に判子を渡しといて適当にやっといてください。それだけで通ってんだからね。でダメだ。でその点隠居ってのはいい。でもこれそれぞれだ。で決してね、そのどの配役でもね、満点っていうことはない、合格っていうことはない、しかしまた不合格もない。ただ精一杯今の配役精一杯やろうっていうだけだ。これ例えばね、目は目、鼻は鼻、手は手、足は足って、みんなね、それぞれ配役ね、
そういって精一杯ね努めていればこそこれ全部が健全な。そいつを足がですね目のやつはけしからんあの、上の方へくっついてやがっていつも俺踏んづけてやがってそして俺にあっち行けこっち行けっつって差し出しやがるっつって足が怒ったらねこれはダメなんです。足は足の配役で努めていてそれでもってあのしかし目は目でもってまた細かい字読まなきゃならないこともあるんで目もつらい思いするんだそれで何もね目がよく足が悪いってわけじゃなし俺まあ私毎日一里以上は歩いてるけど歩くのが楽しみなんだもんそれでこれ足が、まあ、歩いてる限りは足は健全のそれでそういうね全てその社会の場合でもそうです。どの配役が尊くてどの配役が卑しいっていうんじゃないの。これどの配役でもその配役をいかに務め上げるかそしていかにその配役としての名人芸になるか。これだから今あれですね、家庭の主婦っていうんだったら家庭の主婦はいかに名人芸としての家庭の主婦務めるかっていうね。そしていかに子供をまた育て上げるかっていう、これがまあ本当の家庭の主婦としての名人芸です。それを家庭の主婦ってこんなつまんないことないわっていう、それでもってほっぽり投げてそれで飲みに行っちゃったそれじゃダメなんだ。この本当にねどれがいいどれが悪いっていうんじゃない、それぞれの配役を本当にいかに染め上げるか、このそれが狙いです。これが御命を拝む御命だ。このそれぞれの今ここでの配役ね、今ここでまあ今一生懸命私喋ってるけど、これは今私の配役だから一生懸命やってる。これだってあんまり楽な仕事じゃねえんそれこそ本当ならこの今自分昼寝していたいだけどこれまあ配役とすりゃ一生懸命になって配役です。これそれで今この配役だ、これが今刻々の御命を拝む御命、この刻々の御命を刻々拝みつつ務め上げる、そういう気圧が高くなってくると、昨日も言ったように高気圧だ。そうするとくだらない悩み、その反問っていうのがね、その思いが、その思いの雲がふーっと消えてっちゃうんだ。それは気圧がかからないからそれで私つまんないわってこんなに一日中うちにいて、そしてご飯炊きしたりなんかしてつまんないわっていう思いが湧いてくるわけね。ちょっとよろめこうかしらってテレビでも見ててよろめくこと考えるっていう、ね、これはね思いの雲が湧いてきちゃう。でつまりだから今で今日の本文ですね、二婚我ら十二独十下節諸者を見る特権使徒なり喜ぶべし大言あのくたら三脈三菩提なり、しかあれば共感は如来全身なり。だから今実際にねこうして生きてる、それだけでもはや御命を生きてんだ。それで今十二独十下節諸者っていうのはそれぞれ今ここでやってる配役だ。今独自する人は独自だ、それから下説する人は下説だ、だから諸者する人は諸者っていうね、今ここの配役ね、それを一生懸命務める行動そのものが御命なんだからね、その御命を務めるっていうの、これが特権使徒なり。これ前のところも実相を問うと言うとあったね、要するに実相っていうのはね、本当の生命の実物はねを問うっていうのがいいよ。だから今この天祖が天祖の配役を務める、これが塔を建てるってこと。だから、昨日も言ったように
この一教僧を念じて大方法説を立てるね、一本のナッパ一本でも天蔵の人がねこうナッパ切ってる、そのナッパ一本の中に大方法説っていう大きな立派な御殿を作るというそういうつもりであるということね。それからまあキリスト教のその、 あの聖書の言葉で言えばこのさらば飲むにも食らうにも何事をなすにつけてもの神の栄光を表すようにせよってね、これその点ねあれなのね、仏教とキリスト教って全然別のもんじゃないんだってよくわかるじゃない。この仏教はただ今ここでもってこうその何の光明を輝かせっていうだけだから、神のあのキリスト教でやここでもって神様の栄光が現れるようにしろっていうのね、この飲んだり食べたりって飲み方食い方ってそれだけの中に神様の栄光が現れるようにしなくちゃいけない。それでそれがね塔を建てるっていうことで、決して大い命を我欲のために働かすんじゃなくて、その大い命を大い命のたとして働くこと、これが海言あのくたら三脈三菩提なりだ、大い命が大い命に深まる。昨日も最後に言ったけど、結局ね我々の命は深さなんだ、この我々こうやってただ生きてるっていうだけじゃつまらない、いかにこの命を深めていくか、この命を深めていくってことが一番大切ですね。でしかあれば共感は如来全身なり、つまり、ね、今こうして呼吸して生きてる、そのことがね如来全身がこれ多い命が書き綴られてある、その書き記されてあるあの共感なんです。お経っていうのはそういうものなんです。で今だから今こうして生きてるのがね、その御命が書き記されてある教官で、その教官を本気になって読まなくなる。だから教官を礼拝するは如来を礼拝し立てまするなり、だから今その我々生きてるっていうお経ですね、これあの山水形成はこれ好調です、山水あの兄正常心ならざらんやっていうね言葉もあるけど、山やね水っていうあれはねもう大きなあの、その仏さんのねあの説法の言葉だ、ね、それで三色兄正常心ならんやって山のその色ですね、それはもう仏さんの姿そのものだっていうのがありますがね、外箱寺の絵にね、結局このこれ山や川それからあらゆるもの雲のこう動き一つでもですね、みんな共感ならざるはないんだ、宇宙の宇宙が書き記されてある、そう とにかくね我々すでに御命を生きて、この御命を最高に大事にして三つ生きる、それが如来御命に出会うことだということですね。共感は如来シャリなり、今度はね如来シャリ、これシャリっていう昨日も言ったけど、大乗仏教はねあの本当はお釈迦さんが亡くなって、そしてそのそれから200年経ってアショカ王がお釈迦さんのシャリをたくさん集めて、そしてそれをこう配ってね、それで各地に塔を仏塔を建てたわけ、それから始まってるわけね。塔っていうのはだからインドの塔っていうのもあるでしょ、それからシナの塔もある、日本の塔もある、五重の塔とか三重の塔、みんなあれそれから始まってるわけ、それから外塔っていうのもある、あの結局そこから始まって、で大乗仏教っていうのはねそういう仏塔崇拝から始まって、その斜里塔のところに集まってる仲間から始まったわけね。
ところがそれからね、今この法華経っていうお経ですね、この法華経っていうお経はその大乗仏教の中から一番その高い深いお経として出てくるわけ。その時にこのお経の中じゃもはや舎利を案ずることを用いずって書いてあるんだからね。これ大体仏教として舎利っていうのを尊んだのは大体あれなんでしょ、お釈迦さんの体っていうのね、あれしたらダビに付したのあれしたら焼いちゃった、しかしながら最後にお骨が残った、そうするとこれは焼いても焼けず朽ちても朽ちずっていうね、あれだあるわけだ。そういう意味でこれはお釈迦さんの神髄だってわけでね、それで尊んだに違いない。ところがもはやね、そんなね、シャリっていうんじゃないんだ。これもう全てが何から何までね、如来全身なんだ。